さあどうだ、4位、世界4位。打角が違う、打角がずれてるんでね、ちょっと合わせますね。はい、はい、こんにちは、ピカーですよね。 F1 の2018がね、リリースされたんで、早速ね、やっていきたいと思います。何が変わった？なんかサンダルみたいになったぞ、これサンダルみたいになった。マシンの性能は変わったのかな。基本的にソフトとしての シミュレーションは変わってないのかな。早いな、ここのコーナーが全然早い。今速くなったな。やれ、加速が速いような気がする。いけ、基本的にいろんなアシストね、切ってますね。全アシストオフですね。まだ3周目だよ。さあ行け、6ラップ目。まだね、やって6ラップ、まだいける、全然いける。なんかね、トラクションの効きがいいな、車が。なんとなくそんな気がする。意外とね、アクセルが楽でもいいのかな。パーソナルベッドの方が早い。どうしよう、抜かす。ちょっと流れる。こっからね、この次の立ちまでが良くて、こここんなにブレーキいらなかったんだよね、ここ。ここも。ここまあここは同じぐらいかな。いや、DRS 遅い。まあ全然いけるもう1000人やってんのか多分20秒余裕で切るんだな、今な、やり込めばいや流れまくる。もうコントローラブルになったな、流れた時にはい、まあちょっと軽く走ってね。1分24秒7だから、かなりね、かなり、なんだろう、速くなってるね、車がね。うん。で、シミュレーション自体の違いは、もう全く感じない。ただ、2018年のモデルが追加されただけっていう。なんかね、そんな印象ですね。はい。はい、じゃあね、最新のマシンやったんで、ちょっとクラシック F1 ですね、やっていきたいと思います。ちょっと何が増えたのかもね、ちょっと俺の中ではよく把握してないんだけど、俺の大好きなね、このね、はい、2004年モデルの F1 ですね。これをちょっと気持ちよくね、もうタイムとか気にせず、日本でね、いい音させながら乗っていきたいと思います。さあ行くぞ。はい、じゃあね、早速ちょっとね、鈴鹿サーキット行ってみたいと思います。やっぱ F1 はこの音だろう。
気持ちいい、これだ。 F1 はこれだろ。これだろ。このエンジンレスポンスといい、最高やん。忘れてはいけない、この音忘れていかんだろう。 F1 ファンはもうよだれ出るわ、これマジで。本当によだれって出るんだな、いい音聞くと。いやーもうすげえわ、これだろ。いやー気持ちいい、やばいじゃん。13位、世界13位。まあ今日発売だからね。13位見てから急に黙った俺。いやいいよマジで。うわこの跳ね方といい、すげえいいじゃん。さあ何位、8位、世界8位。いける。全然いけるわまだ。いい音する。さあどうだ、4位、世界4位。もういいだろ、すごい、世界4位になりました。なんて、いやなんてねえじゃない、14位なんだけど、ただみんなやってないだけ。
はい、いかがだったでしょうかね。まあちょっと足早にね、まだ発売されてね、まだ私も1時間もプレイしてないんだけど、やってきましたね。でまたキャンペーンモードで、やっていきたいと思うんで、よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。難易度70ぐらいでいいかな。